はい、それではゴッドイーター2レイジバーストやっていきましょう。今回も撮影しながらニコ生やりながらやっていこう。ジュリウス、藤木隊長がエイディスに取り残されたらしい。詳細はオペレーターのひばりさんに確認してくれ。はい、ひばりちゃんにね。あ、シエルタン、コウタさんがエイディスで孤立した状態だそうです。急いで助けに行かねば。よし、行こう。ちょっと久しぶりだから。エミリさんとエリナさんは帰島しましたが、コウタさんがエイジスで孤立した状態になっています。大型荒神は撤退したようですが、周囲にはまだ複数の荒神が確認されています。ブラッドにコウタさんの救出をお願いします。準備はよろしいですか？いいですよ。和骨、和骨です。いらっしゃい、行こう。通常任務、難易度3でいいかな。ポイズンケーキ、これいいのかな。この辺とかやんなくていいのかな。なんか結構あるよまあいいか、ポイズンケーキ行こうか。じゃあ選べない。あ、選べるわ。選べるからシエルと、ジュリウス、いや、ジュリロミオロメン7、これでいこうか。あ、バックアップね。これ楽だったような気がする。あ、楽なんだ。じゃあちょっとダミアンで行きましょう。ミッション確認、行きまーす。あ、今回全然装備とか整えてないや。早くこれどんどん進めていきたいんだけど、全然進まないんだけど、どういうことだろう。難易度3で止まってる。直下にアララ組の上、待って、なんかどうした、どうした。さっきバイオハザードクリアしました。お、バイオもやっている方がいるみたいですね。あ、すっかりリザーブ忘れてた。ふっ、ラバーナやってほしい。ラバーナってなんだ。リザーブをね、忘れたの久しぶりだからね。コウタどこに、コウタいんのかも。俺が気づいてない。あ、あ、これあれじゃん、なんだっけこれ、なんだっけな、名前忘れた。せい、濃縮リザーブ、リザーブ、コンゴね、コンゴくん、コンゴくんっつったらもう筋肉番付みたいになっちゃうから。てや、使うか。濃縮毒斬り当たったのか今の。ふっ、あれ当たんなかった。食べちゃうよ。早くナナトのストーリーを。濃縮どこ切り、お、聞いてる。楽しませてくれるんだろうね。ふ、ダウンしてる、ダウンしてる。キレキレキレ、リザーブしてて。コンゴ。あ、来た。濃縮毒炎、毒爆、濃縮毒爆。え、聞いてない、全然聞いてないぞ。食べちゃうぞー。よいしょ。ガードやゼロスタンスからコンボ捕食もできます。そうなの、これからゼロ捕食。あ、リザーブした。これもう倒せるな、倒せちゃうな、これな。結合崩壊した。くらえ、ゲイルクラッシュ、ゲイルクラッシュ、ゲイルクラッシュ、くれ、もう倒せるでしょこれは。ふん、肩楽勝でしたね。ミッション終わり、好きだらけだぞ。取るに足らない敵でした。取るに足らんな。このくらい手応えのある任務がいい。
で、ここ楽勝楽勝超楽勝ってね、祈祷します。これなんか全然あれだな、ピンとこないな、これストーリーだけの感じかな、ここはもしかしたらピンとこない感。あ、ご飯の前の一働き、やっぱりナナも捨てがたいな。インフラやりますか。インフラどうしようかな、しばらくやってないよね、インフラ。ちょっとこのストーリーの流れ的なものを見てからだな。インフラはどうしようかな。こっちストーリーどうなんですか。コウタが取り残された後、あれ、え、取り残されただけ。急にありがとうな、あのまま食われちまうかと思ったぜ。襲ってきた荒神なら旧空母の方に逃げていったみたいだ。それにしても春海さんのあんな顔初めて見たよ。エイジスの状況を話したら急に表情が険しくなってさ、あの赤いカリギュラのこと何か知ってるのかな。あ、それあれだよ、赤いカリギュラはあれだって、あの殺したやつだって。ちょっとこれはストーリーが進む前に、ちょっと待って、ひばりちゃんはコーナンド任務行くか。コーナンド任務、じゃあ久しぶりにインフラやるか。インフラ来るかな。みんな来るかな、来るかわからんが。あ、なんかデータベースが追加されてる。お疲れ様です。この度はコウタ隊長を助けていただき本当にありがとう。極東支部を代表して厚くお礼申し上げます。エリナデア・フォーゲルバイデ、エリナ、エリナじゃんね。はい、なんとなく気になってること、なんとなく共有します。ギルがなんとなく元気がない、ギルとハルオミさんがなんとなくぎこちない、そんなハルオミさんの視線がなんとなくエロい、いや間違いなくエロい。そこはお疲れさん。ブラッド隊はお忙しだな、まあ気楽にやりゃいいさ。ギルにもそう伝えておいて、こうやってくれ。まだな、テストのお礼をリンクサポートデバイス確認なしでよろしくね。よし、まあ、そんなメールを見てから新しくマルチプレイを始める。よし、やりましょう。久しぶりにリスナーさんと行くインフラマッチ、マッチじゃないわ、インフラ。まずこっち戻って、ちょっと名前とかね出ちゃうからね、嫌な人はやめましょうね。よし、何回目のインフラ、3回目かな、ちょっと忘れた、確か3回目。ネットワークに接続しています。チームを検索、チームを作成だね。自由参加にして、パスワードはタクタクの TA203、 3回目だからね、03でいきましょう。よし、これで入ってきてくれ。さあ今日は集まりがいいか、今のところみんな来てくれてるからね。エンプティー、すでにインフラ中、あ、来た、いらっしゃいませ。さ、さし、セシルさんにし、ちょっと待って、これもう実名とか出ちゃうときついから。来た、よし、ゲーム用セッション参加、よし行くぞ。みんなみんななまら進んでるじゃん。セッション開始。162っていうのが多分もう全部終わってる人なんでしょうね。さあ好きにやっていただいて結構だが、ほどほどにね。ガンツのキャラクターネームです。あ、西くん、西くんってそうなの。さあ待って待って、セシルさんはあれ FF やん、違うかな。よろしくお願いします。初見です、いらっしゃい、よろしく。なかなかあれだな、来ないな。俺の今日回線が遅いっていうのはある、いや今日遅いとかわかんないし。起きた、よしやりましょう。今日はあれですよ、でもすぐに終わっちゃいそうね、またすぐに終わっちゃいます。あれみんなどこにいる感じ、これは。あ、今ここから出てくるのかな多分。え、待って、わかんないわ、こういうことか、いや違うわ、あ、ほら、で、あれ出てこないわ、あれいね、
誰もいない、誰もいない、ちょっと誰もいないよ。春海さんはいる。あ、来た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 、いらっしゃいませ。とりあえずちょっと待って、あ、こ交換しましょう。はい、交換して、交換が終わりました。ちょ、はい、ちょっと誰か誰か取って、あ、ちょ、わかった、俺が取っていくスタイルにしようか。じゃあ、あれ、ちょっと待って、はい、取って、あ、取っていくスタイルで、はい。レイジバースト金欠で買えない、結構するからね。よし行こう。じゃあね、みんなよろしくね、よろしく。あ、違う、こうか、どうだったっけ。よし、やろう、よろしくお願いします。行こう。なんかみんなすっげーセッティングしてんな。あれかな、武器を持っているやつをちょっとレベルを下げてくれてるのかな。高難度任務難易度3。さあ、難易度3のやつは行ってないな。強いやつ行こう、強いやつ。これいいんじゃない。プレイングマンティス。マンティスってあれじゃない、マンティスってあれじゃない、カマキリ違うかな。プレイングマンティス下げた方がいいですか。いや、いいよ、好きなのできてください。プレイングマンティス行きましょう。皆の者参るぞ。終わったかな、準備。終わったらちょっと、終わったらこちらに集まっておいで。あ、もう出撃 OK、 レディー。いいか、行くぞ、行きますよ、準備完了。さあどうなるか。マルチ、いや、これが楽しい、一番楽しいですね。ニコ生やりながらインフラやるのが一番楽しいですねなんだかんだ言って早く上まで行きたい、もっと上まで。ストーリーをとにかくこうなん、でもね、これをやると結果的にストーリーが進まないっていうのもあるし、どうなんだろうね。週観音主か、タクタクさん気をつけてくださいね。あ、そうなの、一応下げました。おう、よろしく。あ、これどうやって送るの、これよろしくお願いします。行くぞ。さあ行くけど、さっさと終わらせるぜ。あ、これまだあれだ、戦闘範囲、範囲エリア外だった。リザーブして、ちょっと待って、俺のやるあれも残しておいて。俺じゃあ雑魚処理しようか。ちょっとみんな、ちょっとみんな、ダメージはどの程度入っている感じなんですか。それは役者、役者、これ役者がボスじゃないでしょ多分。もう逃げた、もう逃げた、もう逃げたよ。みんな追いかけろ。ちょっと俺ここで回収してから行くわ。ちょっとみんな置いてかないで、置いてでもいいけど、もうちょっと待って、荒髪が形成される。なんか緑色になってるよ。もう勝つるんじゃない、これもう終わるんじゃない、これ。ふん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 、倒したのかなこれは。いてててて、食べちゃうぞ。よし、なんか待て、あー待て、あれがボスか。待って、俺もやる、俺もやる。役者、役者怒ってる、怒ってるよ、役者怒ってる。ふんふんふん、いて、ちょっと暗い、やった、倒した早っ、もう終わったで。食べちゃうぞ。じゃあタクタクさん、ブラッドバレット全開放したらメテを作るといい。メテを。仕事が楽すぎると来るのが面倒になるな。みんなありがとう、面白かったよ。じゃあちょっともう祈祷しよう。あ、祈祷できないんだ、勝手に。しょうがないな。この暇な期間をどうすればいいんだ。くる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 。みんな強いですね。なんか持ってる武器もかっこいいもんな、みんなの。なんかその黒い毛、あれ、なんかその黒いやつかっこいいの。いやー、ちょっともう一回ぐらい行くか。
もう一回ぐらい行きますか。もう一回ぐらい行こう。他のプレイヤーを待っています。〇〇〇さん頑張れ。こう、わかった。ツイッターでもいじってくる人だ。これバイオの時も来た人や。もはやもう何さんかわからんじゃん、それ。何さんかわからん。前まではタクタクさんのタを取ったり、タクタクさんのクを丸にしたりしてた人や、これ。マガツキュービーがものすごく強かった件について。マガツキュービーがあれなんでしょう。ほんと強いやつなんでしょう。インフラ界 BA もに向けた方がいいんじゃないですか。インフラ界 B、なんだ。ブラッドアーツ。ちょっと待って。ブラッドアーツ変える?ちょっと待って、また行くからね、次。俺まだ会ってない。高難度任務行くぞ。この上、行こうか。いや、これなんか簡単なんじゃない?ポインセチア。これ行った方がいい。ポインセチア行くじゃん。これで行くか。回復難度クソくらいでやってたら勝てました。そうなんだ。マガツキュー。行きますよ、皆さん。踊ってる。いやちょっとね、これはね考えたんだけど、インフラは毎回ね1時間半ぐらいねやってるんですよ、ニコ生を。1回は入れた方がいいかもしれないね。楽しいもん、インフラ。インフラをやると高難度任務が簡単にクリアできるっていうサボりですね、これはね。完全なサボり。またサボり癖出てきてますね。ラバーナは戦っててイライラ。ラバーナ。ギザブ。みんな何を使ってんだろう、これは。あ、何それ何それ、あ、何それ何それ何それ、かっこいい。飛んで溜めるやつ、何それ、なんだそれ、初めて見たぞ。毒性メタル。ゲット。置いてかれてる。これってあれなのかな?移動速度もみんな速くなったりするのかな?あ、いたぞ!いきなりでかいのが!あ、ちょっと待って!みんな手加減してやれよ!ちょっと待って!あ、疲れた!槍か、あれ。ふん!ふっ!当たっちゃった!すげえなんか、もう結合が崩壊してるよ。もう活性化してる。これ逃げるかな。あ、なんか緑の虫がいっぱい寄ってきました。せや、ちょっともうこれ終わる、もう終わるんでか、これもう終わ、いや熱い、もう終わるんじゃないか、これ。せや、もうこれ勝てるね。え、なんかもう終わりそうな雰囲気なんだけど。え、もうこれ倒した、早っ、倒した、もう倒した。え、これもう終わる、まだいる、ボスまだいるの、これでも倒したよ、ボスっぽいやつは。え、これもう終わるんじゃないか、これ。え、まだ真のボスがいるってこと、これは。え、俺あれがずっとボスだと思ってたけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。上にもいんの?戦って、あ!全員、全員基本は移動速度同じです。てか、レイジいっぱい増えてる。すげえ回転してんじゃん。すげえ回転してんじゃん。俺も回転しよう。まあ、すげえ回転してんじゃん。あ、みんなやり、みんなやりだした。すげえ回転できるよ、これ。ほら。大暴れだな。大暴れだな。大暴れ。ダグダグさん頑張れ。ダグダグさんは主に頑張ってませんでしたね。
ともう今回はサボり枠だな、これは完全に。いいのだろうか、こんなことで。いいよね、多分こうやってみんなで協力していくっていうのがこのゴッドイーター2のいいレイジバーサのいいところだから。うん、サボりではない、ファン交流です。 YouTube の方から来てみました、和骨いらっしゃい、よかった、嬉しい。スキル的なの増えてる、和骨ブラッドアーツ変えましょうよ。よし、ブラッドアーツ変えてみよう。いつまでたってもね、あの玉なし雷神剣風車じゃダメですからね。ちょっと待ってね、玉なし雷神剣風車でいいんだっけ、あれゼロスター使いましょう。ゼロスターなん、あ、ゼロスターの使い勝手が未だに分かんないんですよ、僕は。使おうと努力はしてみたものの。戦闘準備、どれだ、これか、ジェノサイドギアっていう名前か。あ、ジェノサイドギア2みたいなのあるよ。空中で停止したまま高速回転し荒紙を切り刻む。回転中に三角をもう一度押すことで回転数が追加される。どんどん追加されていくパティーナね、これはね。で、最終的にはもうこれあれなんだよ、無限に回ってられるみたいな。ミッション中3回クリティカル。え、これもこれ変える意味ないよね。イダテン、え、何がいいんだろうこれ。陣気をゆっくりと上段に構え、いや、これはちょっとダメだな。素早い系のスタイリッシュアクション的な、スタイリッシュ感出していこう。発動時にスタミナを消費し攻撃威力を大きく上昇させる。効果はアクション、もうダメだ、ちょっとそのスピード感。ショート使いやすいのに、あ、ショートね、ショート使ってみたいショートなんですけど、なかなかタイミングがこのジェノサイドギアになりますよ、これ。これにしようか、これにしよう。他になんか美味しそうなのあるかな。あ、ゼロスタンスってこれか。人気のオラクル細胞を活性化、攻撃威力を上昇させる。お、落下の太刀くれない、人気をゆっくりと、これにしようよ、じゃあこれにしよう。え、ちょっともう一回、もう一回だけ見たい。ゼロスタンス後、ゼロスタンスしなきゃダメなんだ。ゼロスタンスってどうやるんだろう、でも忘れたわ。あ、まあ、なまら回ってる、なまら回ってる。ゼロスタンスってどうやってやるんだっけ。なんかキャンセルだよね、確かね。高難度任務、紅は個人的に好き。紅だー、行くぞ、5分以内に終わらせる。みんな行くよ、みんな行くよ。ゼロスタンスってどうやってやるんだっけな。なまらってタクタクさん、もしかしたら北海道の人。そうですよ、僕ドサンコ札幌に住んでます。よし、行きましょう。なんか今7っぽい衣装の人来たな。今日は2枠ですか。そうです、今日はゴッドイーター2枠ですよ。あと2枠あるからね、予定では。俺の体力が尽きたら、スタミナが尽きたらもうそれは終わりですけど。ゼロスタのやり方が忘れたけど、なんか確か、三角、R を押しながら三角だったっけな。丸ではないよね。丸はリザーブ、あ、違うの。あ、いいのか、丸か。丸はガード。始めるぞ。回収。準備はいいよね。行こう。四角か。ゼロスタ四角か。ちょっと待って、みんな早くね？俺があれか、ダッシュしてないだけか。ちょっともう戦ってる俺を置いてくな。雑魚がいっぱいだな。もう倒したの？もう倒したの？ちょ、何もして、まだ何もしてないからね、言っとくけど。え、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、こっちで戦えばいいか。あ、なんか今長くなってなかった？ちょっと待って、ちょ、これか、これか。お、かっけ、かっけ、くれない、かっけ。400出た、400も出たよ。え、これもう終わり、ボスはもういない。
作戦エリア送りてくれ。ちょっとみんな待って、みんなちょっと待って、敵の敵 A ぐらい見せてくれ。あいた、あれか、ちょ敵 A、 あのすげえ、そんな遠距離から攻撃できんの、かっこよす。俺一切りぐらいさせちょっと疲れたもう結合崩壊してる、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってよーじゃ行くぞ。あー、くれない、撃たせろ、くれないよ、くれない、あ、逃げた逃げた、あ、間違えた間違えた、あ、どこ行った、どこ行った、あ、いた、くれないくれない、あ、くれない、撃つ前に、待って、スナイパーがさっきの銃は、ちょっと あっという間すぎて、あっという間すぎたな、ちょっと待って、あ、すごい、なんか送ってくる、すごい回復送ってくる、100点です。え、これ7やん、こんなえ、7とか使えんだ、え、キャラ使えるんですね、インフラ、もうこれ7じゃないですか、7、へえ、インフラってあれなんだ、キャラクター使えるんだ、知らなかった、イエーイ、ちょっとこう、あ、最後紅使えばよかった、練習ここですればよかった、失敗した、誰か丸々ネタ考えてください、丸々ネタってあれか、グヘヘネタか、グヘヘはここではやらないからな、絶対にグヘヘはあそこでしかやらないからな、終わった、いや、インフラ楽しかったな、ほとんど俺何もしてなかったけど、なんかみんながもう倒してくれるんだもん、自動的に、こんな楽なことはない。コスチュームなんだ、へえ、コスチュームとあと髪型を変えるだけで7風にできるんだ、知らんかった。じゃ、キャラが使えるってわけでもないんだ、使ってみたいよね、でもね、シエルとかね、コーダとかね、普通にね。はい、というわけでね、じゃあね、皆様ここありがとうございました、ちょっと非常に楽しかったよ、うん、じゃあね、次枠はストーリーを進めるからね、うん、ありがとう、というわけでご視聴いただいている方、こんな感じでインフラもやってますので、たまにね、すごいランダムでね、参加募りますので、お疲れ様でした。ぜひ、ニコ生顔出してください。あと、YouTube で見ている人は、まあ、いいや。あれ、アバターカード、アバターカード更新。アバターカードでも、あれ、私なかったっけ、さっき。忘れたわ。見つめ合う二人みたいになってるから。見つめ合う二人みたいになってたから。はい。というわけで、次枠頑張ります。はい。またお会いしましょう。バイバイ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。タクタクのチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンの方は動画の下のこちらのボタンをタッチ。パソコンでご視聴の方は動画下のこちらのボタンをタッチしてください。タクタクは合計3チャンネルを運営いたしております。フリーゲームを実況するタクタクチャンネル、いろいろなゲームを実況するタクタクチャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、今ご紹介した3チャンネルの詳細は動画説明欄をご覧ください。またツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味のある方はぜひフォローをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ではまた。